この町には数百人の路上で働く子どもたちがいます。アクションは地元の NGO と3年前からストリートチルドレンへの支援を実施しています。アクションでは500人の路上で働く子どもたちに対して学校の制服や文房具などを提供するほか、地域に対して幼稚園の建設などを行っています。Magkano naman kinikita mo isang araw? Mahigit po 100,000. Oh, anong binibili mo? Ano po, bigas po. Oh, ganon. Ang bait mo naman.